線より下に下げるんだったら、不公平を拡大するだけなんですよね。じゃあどういうふうにその6万8000以下の人から得た財源をですね、分配する、あるいは本当に公平な給付と負担を実現するんですかっていうことが見えてこない。小手先いじりを今やって2013年にもう一度抜本改革の法律を出すってことは全く重ならないです。わけなんですよ、我々から見てますと。ぜひ、これはどういう位置づけで今の社会と社会保障の改革を年金制度改革の中でやろうとしているのかと。これ最後にご答弁いただいて、終わりにしたいと思います。はい、辻厚生労働副大臣。なお、時間が過ぎておりますので、よろしくお願いいたします。はい、本年6月に決定いたしました一体改革成案では、年金制度改革の目指すべき方向性を打ち出したところでございます。具体的なことは、時間の関係上、割愛させていただきますけれども、新しい年金制度、民主党が掲げる新しい年金制度は、私どもの一体改革成案の方向性に沿ったものでありまして、その実現に向けて検討を進めていくわけですが、当面、一体改革成案の方向性に沿って現在の制度の改善を進めていくということでございまして、当面の改革、そしてその後に本格的なマニフェストで打ち出している改革がその次に実現すべきテーマとしてあるということでございまして、いずれにいたしましても、先ほどご指摘がございましたけれども、民主党の新しい年金制度の詳細、そういったものを党の議論も必要でございますし、政府としての議論も必要でございますけれども、いずれにいたしましても、与野党の協議もいただきつつ、平成25年の法案提出を目指して頑張っていきたいと、このように思っております。はい、次に渡辺孝雄君。